白山総合車両所は、石川県白山市宮保町にある、西日本旅客鉄道の車両基地及び、車両工場である。北陸新幹線の車両基地及び、車両工場として機能しており、金沢駅の福井方約 10km 付近にある。地平を走る北陸本線に並行する形で、北陸新幹線の本線が高架で建設され、その2線の東側に並行展開する形で、 海藻線、車両基地などが建設された。車両基地関係が21ヘクタール、保守基地関係が5ヘクタールである。北陸新幹線が長野駅金沢駅間の営業運転に留まっている間は、金沢駅車両基地間の約10キロメートルが海藻線としてのみ機能することになり、金沢駅以への延伸開業の際にはこの区間も営業線に組み込まれる予定となっている。 本車両基地は、整備新幹線である、北陸新幹線の施設として建設されたため、JR 西日本が、鉄道建設、運輸施設整備支援機構から沈借している。土台部分の施行は、鹿島建設を代表とする共同企業体である。末藤市と周辺町村の合併による、白山市誕生以前は、過小として、末藤車両基地、あるいは、金沢市に近いことから、 金沢車両基地と呼称されていた。整備新幹線の平成16年政府、与党申し合わせでも、金沢車両基地という語が用いられていた。北側に、着発収容船と、添削庫を備える。着発収容船は、降雪対策として、屋根が設置されている。南側には、研修設備、工場設備を設け、研修庫、台車研修場、台車部品研修場、 車体会議装上、部品研修場、車体研修場、車体塗装場を備える。交番検査は1.2番線、仕業検査は1から3番線を用いて行われ、仕業検査に関しては W7 系だけでなく E7 系も当車両所で行う。4番線の融雪線には、温水噴射器、高圧洗浄機といった融雪設備を備え、床下の雪解を取り除くことができる。 5番線では全般検査、台車検査時の編成分割、連結作業が行われる。6番線には車両を連結したまま最大8両まで持ち上げることのできる弱キを備える。1から3番線の研修小出口付近には薬液噴射装置、着発収容線の手前には車両洗浄装置が設けられ、車両洗浄に用いられている。組織としては総務課、 車両が品質管理センター、車両研修センター、運用研修センターの他に関連会社である JR 西日本金沢メンテックと JR 西日本新幹線テクノスがあり、仕業検査は運用研修センター、交番検査は品質管理センターと車両研修センター、台車全般検査は品質管理センターと車両研修センターに加えて、 新幹線テクノスが対応する。車内外線上業務は、金沢メンテックが行う。なお、台車、全般検査を終えた編成は、金沢富山間で試運転を行った上で営業に復帰する。配置車両の車体に記される略号は、金白で、金沢支社の略号である、金と白山の電報略号である、白から構成される。 2021年4月1日時点の配置車両は以下の通り、2015年から年に1回実施している同省の一般公開のほかに、2016年から一般団体向けに白山総合車両所の見学ツアーを実施している。同年4月から白山市内の団体を対象に試験的に導入し、8月から全国からの団体を受け入れている。 毎週火曜日と金曜日の午前と午後の一回見学ツアーを実施している。なお、2020年以降新型コロナウイルスの感染防止に伴い、一般公開、見学ツアーのいずれも取りやめている。白山市は観光資源の活用として、車両諸公開の拡大を JR 西日本に要望しているものの、JR 西日本は、 現状の週2日が限界だとの方針を示している。また、2017年に自由民主党が新幹線総合車両所を新たな観光資源として、白山総合車両所を第1号として、向上的に公開する検討を開始した。白山市は2023年度末、白山総合車両所隣接地の白山市宮保町に、見学施設、ビジターセンターを開業する方針を示している。 ありがとうございます。